稲電気鉄道歴1系電気機関車は、稲電気鉄道が1923年に申請した直流用電気機関車である。保有事業者である稲電気鉄道の戦時買収による国有化に伴って本形式も国有鉄道席へ編入され、戦後 ED31 型と改版された。1923年8月に、 芝浦製作所及び石川島造船所ででき置計1から6の6両が申請された。短い車体の前後に大きくスランとしたボンネットを有する得意な外観を持つ突型の小型電気機関車である。乗務員扉は車体側面の助手席側のみにあり、ボンネット上圧らの大きな傾斜が携帯上の特徴となっている。主制御機は運転室内に、抵抗機は ボンネット内に搭載されている。パンタグラフは、車体の中央部に一機が搭載される。窓が小さいために、前方の視界は良いとは言えない。製造当初は、稲電気鉄道の電化方式に合わせて、直流1 2 0 0ト対応であったが、買収後に昇圧された際に1 5 0 0ト対応に、改造され、機器も交換された。1943年の稲電気鉄道の、 戦時買収に伴って本形式も鉄道小席に編入された。買収後もいな電気鉄道時代の番号のまま使用されたが1952年の車両称号規定改正により ED31 系 ED311ED316 と解消、改版された。本形式は竣工から国有化後を通して終始稲松島機関区に配置され、 天竜教以北の飯田線で使用された。1955年から廃車が始まり、翌年までに全車が除籍された。除籍後は ED311 及び ED312 が西武鉄道に乗とされ、1一1 2として導入された。同二両は玉川線で砂利輸送の貨物列車牽員に使用された後、1960年に大見鉄道に乗とされ、 ED31 系、ED311ED312 と、国鉄在籍当時の原番号、原形式を再び称した。ED313、ED315 の3両は、直接、大見鉄道に譲渡され、日本国有鉄道時代の番号のまま使用された。前述した、西武鉄道経由で入線した、ED311ED312 の導入以降、 大見鉄道には五両の本形式が揃うこととなったが、九百九十年に e d 三十一号が廃車となった後、運用を失って、彦根工場内に留置されていた e d 三十一一と e d 三十一二が二千四年七月一日付で廃車された。残存した e d 三十一三 e d 三十一四は、その後もイベント列車や工事列車の牽引を呼び、 彦根車両基地内の入れ替え用として長らく使用されていたが ED314 が機械故障を起こし車となった後除籍され2011年時点で ED313 のみが車席を保持していたしかし同期は構造上自動列車停止装置の装備が困難な点そして電気機関車の運転免許を保有する運転士の数が 定年退職などにより減少したことから、事実上本線走行は困難な状態となった。ED31 号は、台車が、同車も、51型と同じ KS-33L に交換されたため、同じく、彦根駅に留置されている他の本形式とは違う外観をしていた。除籍後も全車が、彦根工場に保管され、 大見鉄道ミュージアム鉄道資料館で5両揃って展示されてきたが、2017年12月に老朽化のため一部が解体された。ED314 も解体される予定であったが、2019年9月より、美和子学院大学地域調査プロジェクトチームが同期の保存へ向けたクラウドファンディングを行い、同年12月に目標金額を達成し、保存が決まった。 同年12月から、滋賀県東大見市の大見酒造敷地内で保存されている。最後に残った ED313 も製造元の芝浦製作所の後ろ身である東芝インフラシステムズへの譲渡が決まり、2020年1月17日に搬出された。一方、ED316 は1957年に上新電気鉄道に譲渡され、 同社でも国鉄時代の番号のまま使用されたが、後年、車体は箱型に改造されている。詳細は、上新電気鉄道 ED31 系電気、機関車を参照されたい。国鉄 ED31 系電気機関車に関する、カテゴリー、大見鉄道 ED31 系電気機関車に、関するカテゴリー、ありがとうございます。